いや結構ねでかいですね。頭大輪ぐらいあるかな。で全力でパドルして早く引っ掛けて、はい、そんな感じでやっていきたいと思います。おはようございます。サスレサフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はですね、今朝の5時ぐらいかな、5時過ぎぐらいなんですけど、今日はちょっと千葉の南に行こうかなと思って、今から行きたいと思います。なんかうねりの台風6号かなのうねりが、千葉にも入ってきてるんですけど、千葉北にはね、全然向き的に全然入ってなく、南は入ってきてるんで、南の方がサイズあるんで、今日は行ってみようかなと思って、鴨川の方かちょっと南房総の方か、ちょっと行きつつ波チェックしつつ、ちょっといいとこ探したいと思います。ちょっと朝なんでね、小声なんですけど、鳥が鳴いてます。ということでレッツゴー。結構ねでかいですね。頭大輪ぐらいあるかな。ね、あっちの左のピークは頭半くらいのやつ入ってて。水温冷たくなってるから、昨日入ったらめっちゃ冷たくてきたで、多分こっちも冷たいと思うんですけど。でもロンスプでいいかな。なんかグーフィーもレギュラーもめっちゃいい。でもなんか入ってみないと分かんないけど、すごい多分走りすぎちゃいけない感じ。やっぱねサイズでかくなるとテイクオフでめっちゃスピード出るから、そのまますごい滑り切っちゃうとか走り切っちゃうことがめっちゃ多くて、しっかりレール入れてちょっとタイミング合わせてサーフィンできるように。いやちょっと楽しみ。あとね、今日はちょっとカットバックするタイミングが来るかわかんないんですけど、でも、私絶対走りすぎるからしっかり戻んなきゃいけないと思うんですよ。でもなんか最近自分のサーフィン見てて、こう戻ろうとしてる時、御前崎の時とかもそうだったんだけど、なんかね、全然一瞬行こうかなと思うんだけど、全然体が開いてなくて、この戻る方向に。あそこでもうちょっとちゃんとね、行れれば反対のレールが入ると思うんですよ。ちょっとそれは今日意識したいなと思って。でもやっぱ走りすぎないように、なんかさ、せっかく波いいからちゃんとつなげられればインサイドまでつながるから、しっかりね、なんか当てたいとかダスンってやりたいみたいな気持ちもあるんですけど、ちゃんと波に合わせるっていうのを今日はちょっと意識したいなと思って。静岡行った時はさ、もう波良くてもう何も考えずにね、とりあえず入ろうみたいな感じだったから、楽しかったんですけど、今日はちょっとでもね波いいから意識したいなと思って。板は眩しい。 DHD のユートピア、最近こればっか乗ってますってずっと言ってるけど、59の18と2分の1、2と4分の1の 25.5 リッターです。これすごいテイクオフも速くて、でもなんか安定感もめっちゃあって、すごいね乗ってて調子いいんで、最初もうちょっと大きいユートピア乗ってたんだけど、ちょっとサイズをね変えたんだけど、ちっちゃくしたんだけど、こっちの方が調子よくて、でもテイクオフの引っかかりとかはちっちゃくしたけど変わんなくて、はい、これで頑張ります。バックスになると、はい、ということでバックス塗りました。今日はでかいんで、ほんとね、大Z は頭半ぐらいの入ってきてるんで、ちょっと気合い入れて、しっかりね、で、どんどんこれから風強くなっちゃう方だから、ちょっと短時間で集中してたくさん乗れるようにガンガンチャージしていきたいと思います。で、せっかくいい波だから、ちゃんと波の良さを発揮できるようにしっかり乗りつないでやれればなと。で、全力でパドルして早く引っ掛けて、はい、そんな感じでやっていきたいと思います。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。グッドボタンとチャンネル登録とコメントもお待ちしてます。じゃあ、行ってきます。
they're falling hard. Find me on your way out, I'll be right here. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. They don't seem so far. The sky is sunny but the clouds are running in my head. I'm closing chapters, looking backwards, and I'm making sense. I'm interested in all that flourishes from ignorance. Nothing in my way now, except for my own years. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. They don't seem so far. They don't seem so far. The sky is sunny but the clouds are running in my head. I'm thinking maybe I would rather play the part instead. I'm interested in all that flourishes from ignorance. Nothing in my way now, except for my own years. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. いやー、疲れた。いやー、修行が足りませんな。
マジで。なんか、あの一回上がってその後もう一回入ったの。そしたら波の感じが全然変わってさ、すごいあの乗りやすくなったっていうか、あの軽くなったっていうか、そこからはね良かったんですけど、なんか朝はすごい潮もめっちゃ乗ってて、すごいさ掘れてて、リーフの波みたいな感じでした。やっぱね、ああやって掘れてる波はテイクオフが全然ねあのダメで、本当にねパドルが足りないなと思いました。なんか多分ね、あとひよってこうグーってなるから、本当はもっとグーっていかなきゃいけないのに、そこでひよってやるから、あえて何回も振ってね、あの本当ダメでした。バリでの経験が全く生かされてない。バリはさ、もっと気持ち上がって乗ってやるみたいな気持ちが強かったんですけど、なんかあんなでかいと思わなくてさ、なんか気持ちが整ってなかったんですね。はい、ということでちょっと最後にね、車の中身を、なんか車の中をちょっとどういう仕様にしてるか教えてほしいとたまに言われるんですけど、全然大したことないし全然しょうもないんですけど、ちょっと一応ね軽くご紹介したいと思います。で、一番聞かれるのがこのシャワーなんですけど、シャワーは Amazon でポータブルシャワーってやると出てくる、4500円ぐらいだったかな。で、これを以前あの案件でもらったアイパーのポータブル電源、2年前ぐらいかな、動画出てるんで、そちらもぜひ見てください。で、このポータブル電源にこういう感じで USB でつないで電源を送ってるって感じですね。で、このタイプはあの充電、ちょっといかがですか。このタイプはなんか充電式とか電池式とかいろんなタイプがあるんだけど、なんか結構壊れやすくって、でもこのポータブル電源からアタッチメントっていうか、こっから USB につないで USB から電源取るようになったらね、壊れなくなった。こんな感じです。おすすめはこのノズル、このタイプ、結構シャワータイプで出っ放しのやつもあるんですけど、これだとこうピッピッピッって好きな時に出せるから、これね節水になってめっちゃいいです。この木もね、私が適当に作って、見てこんな薄い木をね、みんなにちょっとバカにされるんですけど、この薄さの木を適当につなげて、でだんだん重くてこうやってね、この字型にこうやって反ってきちゃうから、あのちょっと反ってきたなと思ったら逆に付け替えてってやるとね、今3年ぐらい持ってます。あとはここにワックスとか、ワックスは夏あの外出すようにしてるけど、鍵のやつとか、これねサビに強くて調子いいです、ツールズのやつ。あとはこれね、よく登場してるツールズのサーフボードスタンド、これもめっちゃいい。あとは乱雑に釣り竿があったり、これは釣りする時の浮き、あとはなんか上に一応このスタンドみたいのをくっつけて釣り竿を引っ掛けてるんですけど、でね、おすすめといえばですね、前にも一回紹介したことあるんだけど、ツールズのボードラップなんですけど、あのこの時期車でちょっとトリップとかすると溶けるじゃないですか。あと車の中にボードを置いていたりすると、ウッドケースもあるんだけど、ウッドケースに直入れするとワックスが溶けてべちゃべちゃになるのがめっちゃ嫌で、でもねこれがあると、あの、まあ、溶けても中だけだし、中をさあのワックスリムーバーで落とすとめっちゃ綺麗になるんで、これはねめっちゃいいです。しかもなんかこの色がさ、大体こういうのってアルミっぽい、なんかアルミホイルみたいなやつじゃないですか。でもこれなんか色もおしゃれだしめっちゃ気に入ってます。あのバリ行った時も全部これに入れて、これの上からニットケース入れてやってて、トリップ行く時もいいし、これはねワックス余計にもなるんでめっちゃいいです。まあ、でもちょっとこうやって小1時間トリップ、プチトリップ行くぐらいだったらニットケース入れないでこのままダーンって入れてるんですけど、はい、これもめっちゃおすすめ。あ、なんかねこれショートボード用で6ぐらいなんですけど、ロング用もあるし、レトロ用っていうかちょっと幅広のやつもあるし、ちょっと大きめのミッド用のやつとかもね、いろいろサイズ展開があります。はい、まあそんな感じですかね。結構ねあのツールズにサポートしてもらってから、いろいろサーフグッズ、サーフアイテムをあの使うようになったんですけど、いろんなおすすめ商品もあって、私の今のね一押しはやっぱボードラップですかね。あとこのポンチョとかもすごいいいけど、トリップ行く時とかにもこのラップめっちゃいいんで、はい、私のちょっと汚めの車紹介はこんな感じです。もうでもね、車がもう10年以上乗ってて、もうなんかやられてきてて、なんかエンジンのかかりもさなんか悪かったりとか、なんか変、たまに変な音とかするんですよ。なんかそろそろ買い替えというか、まあでもなんかここまで乗ったからもう潰れるまで乗り切ろうと思ってるんですけど、
ちょっとね、ガタが来てる。トヨタは30万キロ走るってなんか聞いたから、まだ20万キロぐらいなんで、あと10万キロは行ってくれって感じなんですけど、でもやっぱ潮も浴びてるしさ、車自体がそろそろまずいかも。頑張ってくれ。ちょっと今からね、私はもう背中ヘトヘトでさ、ちょっとね、動画自体は全然撮ってるのは本当に2本ぐらいしかちゃんと乗れてないと思うんですけど、あとは全部降ったりしてるやつで、で GoPro もなんか調子悪くてさ、撮れてなかったかもしれなくてちょっとあれなんですけど、まあ、でもその後たくさん乗れたんで、たくさんとかいいの乗れたんで、はい、よかったです。はい、まあそんな感じで、たくさんサーフィンしてヘトヘトなんでね、ちょっと今からご飯食べに行きたいと思います。まだ10時半で空いておりませんでした。食べたかったよお寿司。まただわーい、久しぶりにマック。ん、揚げたてやんけ。お寿司食べたかったんだけど、まだ10時半でですね、空いてなかった。ちょっといろいろ調べたけど空いてなくて、お腹空いて頑張っていけなかったので、鴨川のほぼね、マック、久しぶりにマック食べる。すごい美味しいポテト、めっちゃ美味しい。うん、最高ですね。油最高。今日はたくさんパズルしたんで、今いいかな。皆さんマックは何派ですか？私ね、なんかなんていうのかな、一個これって決めたらあんまり他にチャレンジとかできない性格で、なんか照り焼きマックバーガーが好きなんですけど、ほぼ 95% 照り焼きマックバーガーで、たまにエビフィレオとか食べたりするんですけど、もう一択で、どっかのお店に行っても、あ、これが好きって思ったらもうずっとそれ頼んじゃうタイプで、ね、ほんと挑戦っていうか冒険できないタイプなんですよ。なんでできないかというと、なんか失敗したらさ、せっかく美味しいご飯食べるのに、なんか食べてみて、うん、なんかあっちにすればよかったと思ったらめっちゃ悲しいじゃないですか。それを想像したらなんかできなくて、でもね、まあ、たまにそれで挑戦すると、まあ、結構、あ、こっちもいけんなとか思ってするんだけど、はい、まあそんな感じでですね、今日はちょっとうねりを求めて鴨川まで行ってきました。いや、本当波めっちゃ良かったんですけど、最初はさ、6時ぐらいに入ったのかなの時と、途中から2ラウンド目もう一回入った時と全然波質が違くて、潮がまあ今日ちょっとね結構動く感じだったんですけど、なんか朝は本当にリーフの波みたいな感じで硬かったし、早かったし、まあでもなんかこうさっきちょろっと自分のライディングとか見返して、やっぱね、狙ってる場所ってかテイクオフで合わせようとしてる場所も良くなかったなと思うし、もっとなんか切れ目っていうか端っこのいいポジションから乗らないといけなかったなと思ったりとか、でもやっぱパドルも足りなかったし、いろいろ反省点があるんですけど、でもう一回張り直したらすごい優しくなってて、まあ朝は結構張ってて掘れてたからよりそう感じたっていうのもあると思うんですけど、すごい乗りやすくなっててね、調子良かったです。視聴者さんがさ声かけてくれたんだけど、動画で見るよりなんかいいですねって言われました。ね、動画撮ってると本当私ダメなんですよ。まあ、いつもそんな別に良くないんだけど、今日は波が良かったんで、はい、たくさんいい波乗って楽しめたので良かったです。はい、次はどこに行くかな。まあ、北もね、どうなんだろう、うねり入ってくるんですかね。なんか今の状況、今日は何月だっけ、8月のあれなんですけど、今の状況だとこう台風が行って U ターンしてくる感じの予報になってるんですよ。まあ、動画が上がる頃にはちょっとどうなってるか分かんないんですけど、まあ、ちょっとねいい波求めていろいろ千葉とか、まあ、この近辺でもさすらいながらいい波ゲットしていきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録とコメントもお待ちしてます。インスタグラムとツイッターとティックトック、さすらいサーフ TV のサーフコミュニティさすらいんっていうものも新しく始めてます。今、1ヶ月無料体験キャンペーンっていうのもやってますので、気になるよっていう方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars.